そこの、そのスイッチを右にずらしてください。わかったでいいよ。ギーコギーコギーコ。ガガ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 ガ。開いたでいいよ。すごいでいいね。さすが、一流の、そう、いわゆるトレジャーハンターだでいいね。当たり前ですよ。このぐらい、このぐらいのほら、今流行ってるでしょ、パズル。そういうことです。行きましょう。待ってくれてー。この中途半端な男二人組は、この不思議な仕掛けを見破れずにいた。この仕掛けどうなってんのか分かってんのか、おい。私は全然わからないさ。だがな、所詮仕掛けだ。いじれば開くんだ。ぶっ壊せばいいだろう。おめえ頭いいな。ぶつぶし、ドキュン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 。その時、偶然にも、あの仕掛けに弾が命中した。ガン。おう、開いたじゃねえか、ほら。いや、俺が言ったんだよ。まあいい、行こうではないか。もうその、ううスタスタスタ。帝国では新たな動きがあった。おい、お前、俺の後ろにつけ回すとは何だ。どうした、言うてみ、用があるのだろう。ノリス中将、私のあの部下2名がチャーリーたちに射殺された件なんですが。あれか、悲痛な事件だったな。我が部下、別の部下2名が敵討ちをしたいと申しておられるのですが、どうかご許可を。貴重な人材を、みすみすとまた殺されたくはないのだがな。しかし、それでは彼らの嘆きというか悲しみというか、あれも晴れないというのだな。そうなんでさ、昨日もほら、ここから回想シーンです。だから許可とか得てないから、まだ待ってよ。しかしノリス総長、俺たちのそう、幼馴染のいとこのはとこのあいつらがあんなに一瞬でチャーリーとヤンディバーンズなんかに殺されちまったんでさ、俺たちは仇が打ちたいんでさ。エブーヌ、おめえエースパイロットになりたいんだって。うん、だけどよ、俺なんかなれっこねえよ。いや、そんなことねえって。おめえは俺が見込んだだけの男だからな。絶対にエースパイロットになれるに決まってんだよ。いや、お前そんなお世辞は寄せって。お世辞なんかじゃねえよ。俺は本当に見込んでるんだってば。そうか、キャロット、おめえいいやつだな。おう、ニブルス、おめえの料理の腕ってのは本当に一人前だよな。今度俺もうまい飯を作れるようになりたいから教えてくれよ。ううタフィ、俺はいつでも大歓迎だぜ。そう、この軍がいつまで持つかわかんねえけど、料理は一生もんだからな。はあ、おい、おい、おい、キャロット、おめえ、おい、おい、ニブルス、ニブルス、実に悲しい出来事だ。ニック・キ・チャーリー、そしてヤンディ・バーンズ。うん、頼んでくるわ。エブーヌとタフィーはそんなことを。分かった。まあさっきも許可するっつったけど、もう一回許可するわ。行ってくるんだ。ノリス、総長、任せたぞ。部下の冥福は祈っておくから、お前たちは仇を討ってくるんだ。
時価数千億すると言われるあの美女の女神人形ですか。人形って、いやでも立派だでね、でかいし、いやこれ傷一つなく持ち帰れればきっと大金持ちだでよ。でも我々が目指す今回の目的はこれじゃないんだでね。そうですな。まあでもせっかくだから持って帰った方がいいでしょう。うん、あの野郎ども、俺たちの仲間を殺しておいてまだ金の話か。許せねえ。俺はもう我慢できませんぜ。総長、いや待つんだ、チャンスはきっとすぐにやってくる。いやでもどうやって運びましょうかねこれ。ええ、なかなかのもんですよ。でも本当いいですよね。映画か映画か。もう我慢できねえ、撃つぜ、ドーン。敵だ、敵です、ヤンディ。なんだトーディ、ヤンディバーンズ変身。今指一本触れさせないディ。そこですね、ドーン。待つんだエボーヌ、こんな野郎って。うわ、クロエザク、うわくわ、お前もたち、ダン、うえい、ドン、うわくちちきしょう。おもれ欲も部下をドキュン。この野郎、せめて自由の女神像だけでも。ドンバキョン、はっ、えいドヒュン。ああ、ダディ、足が痛い。私も片足をちょっと今負傷しました。しかしまあ、なんでしょうね。すげえ怒ってましたね。我々はもしかして、とんでもないことをしてるんでは。まあ、でも、しょうがないでいいよ。そして、自由の女神像人形は、ちょっと、傷物になってしまったでいいな。ええ。チャーリーたちはもう戻れない。戻れないところまで来ているんだ。でも彼らは、そう。何としてでも大金を手にせなければならないと思っている。まあ負けるな、チャーリー。